チワスモチ太郎です。さあ本日もベルディ動画になります。本日が7月31日月曜日、前回中原選手のね動画を出した後に仙台戦でですね、中原選手が4得点に絡む活躍をしてくれました。素晴らしかったです。ただですね、この選手を忘れてはいけません。はい、本日の動画でございます。チーム得点王のサイドバック深澤大輝選手でございます。深澤選手、今季もですね素晴らしい活躍をしておりますので、一度ね、ご紹介をしていきたいなというふうに思っております。深澤選手、軽くね紹介です。ユース出身、大卒の24歳、今年25歳ですので3年目ですねになります。現在がですね、今季がもう25試合出場しまして、4ゴール1アシストというね数字も残しております。素晴らしいですね。今季かで前半ね2試合ほどちょっと出番がなく、なかなかね宮原選手の加入、そして奈良和選手といてね、なかなかね層が厚いサイドバックだったんですけれども、すぐにね出番を勝ち取り、今では左サイドバックの不動のねスタメン、そんなね選手でございます。今季はね去年が3ゴール、マークしておりまして、もう今季4ゴール、チーム得点王というね、個人がそんなにその数を取らない、いろんな選手がね点を取ってるチームですので、4ゴールでね得点王、もうね今季で、個人の記録を抜いているっていうね、サイドバックでありながらこれだけ点を取れるっていうね、とても攻撃力のある選手ですね。もちろんね元センターバック出身ですので、もちろん守備力もあるねサイドバックの選手なんですけれども、やはり深澤選手といったらね、何よりもその豊富な運動量ですね。90分過ぎてもねサイドバックから駆け上がってゴール前にね顔を出すね、そんなねとにかく運動量のね多い選手でございます。右サイドバックをね昨年プロデビューから右サイドバックを主にやってたんですけれども、宮原選手加入して左サイドバックになったと。主に右サイドでやはりベルディはボールを持ってクロスとを上げて深澤選手がね入ってくる。そして今季がやはり攻撃力向上、4ゴールですね。どれもそのクロスからのなぜそこに深澤がいるというね、ベルディサポーターみんな言ってるんですけれども、本当にそれぐらい神出鬼没なね、そこに本当だったらねフォワードの選手がいるところ深澤選手がいるっていうね、ポジショニングもよくね本当に顔を出して見事ね点も取れてるっていうねところですよね。そして何よりね個人的に思う本当に素晴らしいところ、危機察知能力ですね。これがとにかく高いですね。本当にチーム随一のねこの危機察知能力の高さだと思います。本当にギリギリのところでね足を出してピンチをね防ぐ。それまで個人的には奈良和選手がとてもねその能力高くてチームをね救っていて、本当にそれを後継するかのように本当にチームでね危ないところをねとにかく守ってくれてる印象が強いですね。そんな守備もねやはりできる選手ですので、元からセンターバック出身とも言ったんですけれども、今季はセンターバックがね負傷が多く、センターバックでね出場した試合もありました。身長自体はねそんなに高くはないんですけれども、ジャンプ力が高いので競り合いもできる、本当に何て言うんでしょうかね、センターバックで出ても昔の感覚を覚えてたっていうぐらいねいいね守備してできてたので、やはりねとても守備でもね期待ができる選手です。ただねやっぱサイドバック攻撃もね武器ですので、とにかくねゴール前にねどんどんね顔を出して、またねアシストもねしてるんですよね。折り返しヘディングしてそのまま味方がゴールを取るっていうのをねやっているので、本当に深澤選手がね頼もしいですね。もっとねユース出身でねユースから直接トップチームに上がれなかったんですけども、大学を経てまたねベルディに戻ってきてくれたっていう、とてもね頼もしい選手がね今もう本当に
もう旬でね、深澤選手もう毎試合ね、出ているのでね、本当に楽しみですね。まあ、これからねゴールももちろん期待したいんですけれども、やはりねその守備力ですよね。右サイド今やはり三原選手が鉄壁ですので、本当に左敵からしたらまあ右サイドから攻めてくるので、深澤選手がねとても対人されることが多いんですけれども、本当に守備頑張ってるのでね、そういう部分も含めてね深澤選手本当に大いに期待したいと思います。やはりねなかなかねホームで勝てないっていうところがあって、まあ、仙台戦ね、アウェーでね勝てたんですけれども、またもね、水戸戦ホームで勝てず、これで9戦勝ちなし。なかなかこんなねシーズンも珍しいかなっていうふうに思うんですけれども、それでもね本当に奇跡的と言いますか、まだ3位ですので、順位もね、なんとかねホームで勝てるようにしたいですね。そしてホーム連戦でございます。今週清水戦ですね。清水が現在4位、勝ち点がねもうほぼほぼないですね。ここで負けるとなると順位が入れ替わってしまうというね、とても大事なホーム戦になります。深澤選手のね活躍も期待しつつ、やはりねホームでなんとか勝てるようにね、ヴェルディ今ちょっとやっぱ故障もね多くなってきてます。とてもね、まあ、難しいね夏のね、これから暑い夏のねシーズンがあるのでね、なんとか乗り越えられるようにね頑張ってほしいと思います。まあ、今週末ねとにかく清水戦勝てるようにね、深澤選手得点も期待しつつ、やはりその守備力ね、ゼロ失点で抑えられるようにしっかり応援していきたいと思います。というわけで本日の動画以上になります。またね週末等上げられればと思います。本日のヴェルディ動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。ではでは、さようなら。